杵築城は、かつて、大分県杵築市杵築にあった城郭である。城跡のうち麓の藩主御殿跡は、大分県の史跡に指定されている。また、城郭があった第3地区と、藩主御殿地区は、国の史跡に指定されている。第3条に立つ杵築城杵築城は、室町時代初期に木付氏によって八坂川の河口にある、台山の上に築かれた。第3は、北は、高山川、東は、森江湾に囲まれた天然の要害である。連郭式の平山城で、台山を空堀により4区画に区切られていた。戦国時代には、大友氏と島津氏の戦いの舞台となり、江戸時代には、木付藩の藩庁が置かれた。城跡の内第3条の部分は、公園として整備され、天守台跡に、資料館と展望所を兼ねた、模擬天守が建てられている。木付氏は当初鴨川の竹の尾に城を構えたが、明徳5年に、木付頼直が、木付城を築き、城を移した。戦国時代、島津氏の大軍に攻められるが、城主木付陳次家が籠城して、交戦の末これを退けた。しかし、後に、主君の大友吉宗が、文禄の役での失態の攻めを追って、豊臣秀吉により改易されると、当主木付藤次家は自陣し木付氏も滅びた。木付を含む豊後国は、豊臣家の蔵入地となって、前田玄以、宮部桂順が奉行を務めた後、慶長元年に、杉原長房の所領となる。同年の震災と、慶長2年の暴風雨によって、天守などが損壊したため、長房は、慶長2年に第三北六に館を移した。慶長5年2月には、細川忠興の所領となり、重臣の有吉律行を城代として置いた。慶長6年には、松井康之が城代となっている。天守は、慶長13年6月に落雷で焼失したが、その後、再建された。2017年に行われた調査では再建後の石垣が確認されている。また、文献の記録から再建天守は三重の相当型であったと考えられている。慶長20年に一国一条令が発せられると、台山の主郭部は破却され、城郭機能は第三北六の館に移された。寛永9年、忠興の子、忠利が熊本藩に移封となると、代わって、小笠原忠友が入った。正保2年には、松平英親が、豊後高田藩より32000石で封じられた。能見氏の下で平地への移転が完了し、台山の城郭は17世紀末までに廃止された。元禄7年4月に、木付を訪れた、海原益賢は、報告紀行に、木付に城なし、町ありと記している。正徳2年、幕府の朱印状に、木付と書くべきところが、木付と記されていたため、幕府に伺いを立てた上で、木付と表記するようになり、従来、木付城と表記されていた、この城も、木付城と表記されるようになった。第一条の第三地区には、城山公園が整備されている。本丸の天守台跡には3層の模擬天守が建てられ、資料館及び展望所として利用されている。2017年に国の史跡指定を目指して行われた発掘調査では土塁や堀切りが確認され、大友氏による豊後国支配が終焉を迎えた文禄2年から慶長20年の破却に至るまでの城郭の変遷が明らかとなった。山麓の藩主御殿地区は、木付神社、旧木付中学校、旧木付市立図書館一帯に位置しており、堀、石垣、庭園の遺構が残されている。旧木付中学校の校舎建て替えに伴い2010年から行われた発掘調査で校庭から藩主御殿跡が発見され、2016年2月23日に県の史跡に指定された。また、旧城内城備地区に旧船形屋敷が現存し、現在は民家として利用されている。ありがとうございます。